スティーブン・ロジャー、スティーブ・ブルースは、イングランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。息子のアレックス・ブルースもプロサッカー選手。父は、イングランド人で、母は、北アイルランド人。少年時代は、ニューカッスル・ユナイテッドのファンであった。ジリンガムでキャリアをスタートさせ、200を超える試合に出場する。1979年には、 イングランド代表のユースチームにも選ばれる。その後、ノリッジシティで3年間過ごし、フットボールリーグカップを獲得する。そして、マンチェスターユナイテッドへと移籍し、1992から93、1993から94、1995から96シーズンで FA プレミアリーグを制したほか、いくつものタイトルを獲得する。 晩年には1996年にバーミンガムシティの一員となり、1998年7月からシェフィールドユナイテッドでプレイングマネージャーとして1年間プレイした後、現役を引退。その後は監督としての道を歩んでいる。1998年7月にシェフィールドユナイテッド FC の選手権監督に就任すると、 1998から99シーズン終了まで指揮を取った。その後、正式に現役引退し、1999年5月に、ハダースフィールドタウン FC の監督に就任したが、2000から01シーズン途中に、クラブの経営難により解任された。2001年4月、ウィガンアスレティック FC 監督に途中就任し、シーズン終了までクラブを率いた。 6月にクリスタルパレス FC 監督に就任したが、18試合を指揮しただけで11月に監督の座を退いた。2001年、エフルチャンピオンシップのバーミンガム監督に就任すると、2002年にプレミアリーグ昇格を達成し、攻撃意欲旺盛なチームを作り上げた。2006年に降格したが、1シーズンで再昇格を果たした。 2007から08シーズン途中にウィガン、アスレティック FC 監督に就任すると、再開争いをしていたチームを14位に引き上げた。2008から09シーズンは、FW アムルザキの活躍で一時は7、欧州カップ選出場を狙える位置につけたが、MF、ウィルソン・パラシオスと、FW エミール・ヘスキーを、冬の遺跡期間に引き抜かれ、11位でシーズンを終えた。 ウィガンでの在職中には、幼少時代からの最愛のクラブである、ニューカッスル・ユナイテッド FC から、監督就任のオファーを受けたが、シーズン途中であるということで断った。2009年5月27日、シーズン終了後に辞任したリッキース・スブラジアの公認を、探していたサンダーランドと3年契約を結び、6月3日に、監督に就任した。 2011年11月26日、広角県にいたウィガンに、ホームで1から2で敗れ、16位と低迷し、4日後に、解任された。2012年6月8日、3年契約で、チャンピオンシップのハルシティの監督に就任し、初年度の2012から13シーズンはホームでの最終節で、カーディフシティと2から2で引き分け、2でシーズンを終え、チームを、 プレミアリーグ昇格に導いた。2016年7月22日に退任した。2016年10月12日、チャンピオンシップのアストンビラの監督に就任した。2017から18シーズンはチームを昇格プレイオフ出場に導き、準決勝でミドルズブラを破ったが、決勝でフラムに0の位置で敗れ、プレミアリーグ昇格を逃した。 2018年10月2日、ホームで、プレストンノースエンドと3から3で引き分けた試合後に、サポーターの一人からキャベツを投げつけられた。翌日、成績不振により解任された。2019年7月、ラファエル・ベニテスの公認として、ニューカッスル・ユナイテッド FC の監督に就任。しかし、就任以降チームは10位台に低迷。 2021から22シーズンは、開幕から未勝利が続き、2021年10月20日に、双方合意の上で契約を解除して、監督を退任した。対戦する際にダービーマッチと呼ばれる、ライバルチームの双方で監督を務めたことが、これまでに3度ある。ありがとうございます。